とことん屋に込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今週、タワーをずっとやってましたけども、ようやくいいものが出てきてくれました。もう、かなり時間かかったね。なんと、出てきたやつは、これです。ハープクロスボウですね。狙いは、勇者だったんですけども、勇者出ない。全然出ない。で、ハープクロスボウ。これはなかなかいいかなと思うんですよね。黄金で、虚無。これ虚無がね、ちょっと微妙だったかなとも思うんだけども、まあ攻撃力はアップするのでいいでしょう。エンチャントが、貫通、ダイナモ、マルチショットですね。黄金に無限がつけば、ちょっと使い道が変わってきたかなとも思うんですけども、まあこれですね。とりあえず、これを使ってみましょう。まあ、一発。だいたいこれぐらいですね。90万ぐらいダメージを与えることができます。それでは、まずはダイナモを20まで貯めます。お待ちください。ダイナモ20まで貯まりました。この作業がちょっとめんどくさいよね。ちょっと。めんどくさいんだけども、これをやらないといけない。おーっと待て。おーし、オッケー。おー、エボーカーワンパン。エボーカーワンパンでいけますね。で、このザコたちを、あーめんどくせえこいつ。倒して次が大釜か。大釜はどうだ。大釜もワンパンでいける。これは強いぞ。ちょっと待て。強い。大釜ワンパン。ちょっと待ってね。これ、矢を取っとかないと。あ、いや、違う。矢はいらないんだ。そうだ。矢は、そう、いらないんだ。雷の矢筒で行くんで。だって、ひどい。これ、火力ひどいよ。これ、火力がひどすぎる。嘘でしょこれね、新しい戦い方ができる。で、ちょっとなんかコントローラーの不具合で弓を打つと、なんか回避が一緒に出るような感じになってるな。なんだこれ。あー、ちょっと待って、行ってみましょうか。いける？これドラ使ってなくてこれだったからね。ドラなしでこの火力が弱い。ドラなしでこの火力はやばいだろう。まあ村人はもちろんワンパン。これひどい。火力ひどすぎる。ちょっと待って。あー、やばい、あぶねー。エンダーの心臓もこれになったら楽だね。遠くから攻撃すりゃいいんで。しゃ。しゃあ。やばい、危ない、死ぬ死ぬ。この防具がやっぱ良くないね。防具良くない。で、これ普段使いするのであれば、そうね、装備はちょっと考えないといけませんね。普段使いするときには、どうしたもんかな。あ、やばい、死ぬ。ああ。これはポーションバリアもついてないしね。とりあえずダイナモを貯め直してやり直します。とりあえず OK でーす。どこいるボス？あ、いた。ドラがいらないね。ドラがいらないのでどういう構成でいくかな。あ、待って、一応光終わるのを待とう。どうか、こいつ結構 HP 高いんだけども。いけるんだな。なるほど。さすがにこいつはドラが必要っぽいけども。いや、ドラなしでも大概削るよ。すっげえな。はい、それでは戻ってきました。今日は新しいハープクロスボウを使ってみました。とんでもない威力です。一発が、
これぐらい。え、1700万、あ、1700万プラス雷ダメージが、55万ぐらい出てるのかな。だね。うんうん。いや、すっげえな。やばい。マルチショットで、出るときは10発以上弾が出るんで、それにこの威力なんで、これはね、やばいです。すんごい。まあ、ちょっとね、運用の仕方はちょっと難しいかもしんないけども、これはすごく使っていけるやつだと思います。雷の矢筒をね、一つにして、まあ、うまいこと、近接と合わせて戦っていけば、いいね。うん。ドラなしで全然倒していけてるんで、まあ、ボスの時にはドラをつけて撃てばいいんだよね。は、ちょっと待って、5000万出るよ。5000万。で、雷ダメージが、140万とか。はい、はい、はい。これは、やばいです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。